はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。新アナゴのアナコです。本日は水曜日、面白福祉の時間です。さあ、今日はこの間すごく嬉しかった声掛けというお話をしてみたいと思いますね。先日東京は地下鉄の永田町駅で乗り換えるために私ホームを歩いていた時のことです。お手伝いしましょうかって声かけられた。で、私のことかなと思って、んってこう振り向いたら、そう、振り向くまではね、声の高い女性かなって思ったんです。で、振り向いたら、もう一回、どこまで行きますか？お手伝いしましょうか？って言われたその声は、明らかに、まあ女性は女性なんですけど、小学生の女の子っていう感じだったんですよ。で、あ、じゃあ有楽町線まで行きますって言ったら、分かりましたって言ってね、私のこと先導してくれて、エスカレーターですってエスカレーター一緒に乗って、で、何年生なの、ありがとうねって言って、何年生なのって声かけたら、5年生です、小学5年生ですって答えてくれて、おおと思いましてね。小学5年生の女の子が声かけて誘導してくれたんですよ。そうか、5年生か、優しいね、嬉しいよ、ありがとうねって言って、もうベタ褒めしてきましたけどね、いや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 、もう私がね、あと40歳若かったらあと40歳若かったら恋しちゃったかもしれないぐらい、すっごく丁寧にね、声かけてサポートしてくれました。で、まあここで申し上げたいのはね、まあこのチャンネルでも時々お伝えしていることなんですけど、今の若い人っていうか、まあ小学生だから若いっていううちに入れていいかどうか分かんないんだけど、まあ若いも若いですよね。そう、若い方たちね、本当にね、よく声かけてくれるし、でこれはね、ひとえにね、教育のなせる技かなって思うんですよ。まあ私はね、中途失明で、中学校から盲学校に入りました。で、盲学校に入ってもすごいいろんなことを驚きました。点字ってこんな風に打つのかとか、点字のボコ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 ってみんなが点字打ち始める音とかにもびっくりして、なんだなんだなんだって感じでしたけど、あ、点字ってこういうものなのか、こういう風に打つのか、あ、見えない人はこうやって白い杖をついて歩くのか、あ、杖をこういう風に使うことで歩けるのか、もう私盲学校に入るまで何にも分かってませんでした。でも今は違います。今小学4年生かな、学校でちゃんとね、点字のことも勉強するし、白い杖のこと、点字ブロックのこと、盲導犬のこと、学校で教わるようになりました。で、いろいろなね、小学校でその実際に視覚障害者とか聴覚障害者とか呼んで、お話を聞く会みたいなのもね、そういう授業も行われたりしています。やっぱりそういう授業をね、行うようになって、そうやってコツ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 ちょっとずつ教育が進んで、今やね、もうすごいですよ。電車乗ってても、あ、ここ捕まるとこありますよとか教えてくれるのはね、本当に若い世代の方が多いです。20代10代、私と同じぐらいの世代の方より上の世代の方が声かけてくれる率は少ない、だからね、本当に福祉っていうことで言えばね、まあ日本はどうのこうのって結構言われるけど、いや、
日本もね、福祉で言えば本当に未来は明るいかなって思ってるし、こういうね素晴らしい小学生の女の子もいましたよっていうお話、ちょっと今日は皆様にもお伝えしたくて、今日はそんなことで、お届けしてみました。チャンネル登録やいいねボタンもよろしくお願いします。あなちゃんでした。